梱包をせずに持って行っても配送してくれるようになりますメルカリは売れたものを梱包せずに持って行くだけで配送してくれるサービスの実証実験を進めています利用者から荷物が大きくなると梱包が難しいといった声が出ているためです物流事業を担う会社メルロジを設立し商品を修理するサービスなどとともに来年2月には実際にサービスを展開したい考えです 料金は今後検討していいくととうことです。また現在、首都圏を中心に1000か所に設置されている無人のメルカリポストなどを増やします。